マスツーミンがタイガーマスクとマススパーリングします。ごめん、変なとこ押したかった。うん、スピードでもうスピード慣れさせたいから。まあこんなにしないから引き目取っていいから、寄らなくていいから。了解です。ヘリのディフェンス覚えてる？はい、まっすぐじゃなくて横方向45度に出してヘリだったから、とりあえずゴードにミドルでも相手が蹴るなと思ったらとにかく反応すること。一番いけないのは何もしないで蹴るから。バレーニュアットマークロビン軍団トラのカオさんタイガーマスク本物。だいたいだけど、ね、ここがリングだとね、こっちはもう出ない。ここリングだとなんかここまでだいたいだよ。コンタクトランボさんがリングはい、マトッツです。いらっしゃい。時間計るんで、ここでやるかな。待って、一応お迎えしたいから。はい、リプランどんくらい？100…128 かな。みんな見えてますよ。時間計るんで3分ね。やばい。人が入ったら交代しながら、大阪先輩アットマークたち彦さんに雇つしたいな。30秒。
何もしなかったら倒れない、出さなきゃ。今のジャブよかった、それがいい、それでいい。ジャブは距離を測るためのもの、距離が測れたらすぐ右出せ。下向かない、下向かない、下向かない、下向かない。そうそうそう、いいぞいいぞ、いいよ。避けてくれるか出せ、避けてくれるか出せ。うわ、これ蹴っていいんだよ、蹴っていいって言うなら。ワンツーロー蹴ってる、ワンツーロー、遅い、ワンツーロー、そう、ワンツーロー、もっと早く、ワンツーロー、もっと早く。 OK、タイム。もう1分測るよ、もう1分ですぐ次行くよ。インターバル休憩水飲んでいいっすよね。ちょっと出すよって、少しもう、あの怖さを少しずつコンプリートしていかなきゃいけないな。まだまっすぐ下がったりボーッとしない、回るか攻撃するか。あ、いいっすよ、どうせまた水やるんで。ああ、前蹴りを落として蹴ってもらう。前蹴りの、前蹴りの防ぎ方、蹴ってきて、俺に蹴ってきて、前蹴り、ここでこうさらに蹴ったら、その相手がすぐこうですね。一応この反応しちゃうと相手は避けないからどん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 蹴ってくるからね。いくよ、次のラウンド。少し今日タイガーは開けないけど触るからね。それを避けるなり、カメオさんまさか田山さんじゃないよね、 W でももっと腹出てるしな、でも動きはなんか多いしな。じゃあスタート。それ一番前蹴り良くない、今の受け方は。おお、いいよ、蹴る蹴る蹴る、こう、ナイスナイス、いいよいいよ、今の攻撃すごい。押して押して離れる、押して離れる、押して離れる、押して離れろ。あ、ブレック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 、絶対もうこれ、おい、おい、今のいいぞ、使ったな今の。もう一回やってみよう、もう一回。ガードがもうガッパガバ。右手を上げとく、右手を上げとく。ちょっと待って。ゆっくりゆっくり、10秒、10秒重ねて立て。こういうことあるんだから。はい、グローブ合わせて。まだ1分しか経ってないんだぞ。行ってないんだ。10秒数えたで、10秒。いいんだ、ゆっくり休めんだ。よし、まだ2分経ってる。OK、あと残り1分。なんだってガード超えてんだ。ガードはもうこうやってたらさ、打ったって当たんないんだよ。いいよ。そしたらこっちも強く返してくれ。やばそうに強い。まだもうコントロールしてる。
マチルダちゃんなんて今度重っ。30秒思ってるもん全部つけてみろ。怖がんないで、怖がんないで、そうしたそうだ。今いいぞ、いけいけいけ、まだいけ、あと20秒いけ、前出ろ前出ろ前出ろ。おい、見てパパ、おい少し座って、おいおい、ストップストップストップ、気合を入れるのと、はい、そう思いっきり打つのはまた違うんだ。なんかコントロールできなくて。だけど、はい、あれだけ気迫持って向かっていったらこっちもそうそう手出せないの。はい、本が出て結局じっとしてるからやられちゃうんだ。はい、こっちはもう気合い入れて打ってる時は相手も打てない。すげえ。前が強いよ。めっちゃ強いですよ。パンチまっすぐ来て。強い。首がガキガキですよ。はいし。なんで。攻撃できるの、落ち着いて見てるから、そう距離が分かってるから、要するに距離外してるときはそんなにさビビんなくていい、はい、でも距離入ったら攻撃するか防御するか見たくしかないの、はい、それなのに何もしてられたらこうトントンで当てられちゃう、はい、行きます、行きます、大丈夫タイガーじゃなかったか。タイガーもしかして今大会一番強いんじゃないか。実は隠れキャラだったりして、今大会一番強いんじゃないか。出たらやばいな。出たらやばいっす。普通にお前コメント見たい。ちょっとコメントタイムにしよう。はい、みんな集まってバーガーありがとうございます。カメラ見てる、はい、コメント見てんだ。花山薫ですよこれ。デクチハートありがとう。ラニさんハンバーガーありがとうございます。途中さ興奮して蹴ってたけど、はい、意外と一発で倒すしかないから、はい、細かく細かくいいから、細かくその蓄積で倒れる。そんなさ一発勝負でせーので出してガンっていう勝負だったらこれ練習する必要ない、はい、じゃあよく見て、はい、相手の攻撃をよくさばいて、はい、よくさばいて、はい、よく反応して、はい、前蹴りはこうしない、はい、必ずこう、要するにそこに立ってるからまっすぐ来るんだって、はい、ケツと奥足で、もう極端な足よくちゃえばいいんだ。ケツそば、あー、なんかいってー、マフティスマフティス、今俺が肘落としちゃった。マッパケ肘は10単位の今日は絶対モノかな。ジーリアさんタイガーの覇気半端ない。レクチアットマークカズミチオシさん、テイクの味方こんな期間だったとは。ノンタンアットマークカズミチの嫁さんがチッチ強すぎ。あ、ノンタいらっしゃい。はい、タイガー強すぎだよ。タイガーちょっとレベル違うなさあタイガーでかいしね。
ょっともう1ラウンドやったわけで終わりとくれたら止めて、はい、どれもやり手やん。お互いもうちょい抜いてね、はい、そういう練習じゃないから、はい、一発利かす、はい、そのコンビネーションを入れる練習だから、はい、窓はしっかり受ける、はい、根性とかじゃないから、ちゃんと教えたんだから、はい、普通使って抜ける、はい、はい、で、2ラウンドスタート。ちょっとストップストップ。オッケー。まだ1分経ってないんだ。クレーバーさん、タイガーマスク7代目かな。そう、タンダにならない。ジャブ蹴り、ジャブ蹴り、対角線でジャブ蹴り、そうジャブ蹴り、ジャブ蹴り、ストレート蹴り、ジャブ蹴り、そう当たる人、ワンボールバラ当たるんだ、そういいよ。当たってるじゃ何回も出したらいいんだよ。当たってるんだから。そう、いい、あいい、その場合、10秒、10秒、いいよ。まだまだまだ聞いたら終わりにするから。西田さん、いいね。ヘッド口のボタン、相手を疲れさせる動きだ。正面からやり合っても無理や。スタート。そう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 、もうやってくれてんだからさばかなきゃ。逆逆逆、全部逆。カメオさんの動きは確実に初代タイガーの影響は受けてる。それはわかる。何か本物じゃないだよ。影響は絶対ある。スーさん、わらわらわら。ガード上げる、ガード上げる、ガード上げる。全部もらってるよ。おい、15秒。今度はクリーチしてみろ。もう聞いちゃってんだから、ゼロにしろ、距離を。くっつけて、くっついてけ、くっついてけ。スーさん、ボコボコ笑う。クリーチついたら教えたやつやってみ。エクチアットマーク、カズミチオシさん、相手はリスナー。3秒。G、ミリアさん、ロッシーの BGM は4。はい、はい。サムライ、タンタバコ吸ってる場合じゃないな。終わっちゃった。
今日ディフェンスの練習しよう、俺と変わって。いいんだ、最初だからこんなもんいいんだ、あの全部ダメじゃない、いい攻撃もあったし、あのこんなもんだよ最初、相手はもう何十試合もやってんだから、いい動きもかなりあった。だこれを怖がんないでできるようにならないと、もう来るの分かってビビっちゃってるから何もしないの。このスピード的には3倍ぐらいで来るんだよ、めっちゃゆっくりやってくれてたんだから。でもいい攻撃もいっぱいあった、今日ワンツーロー教えたらもうできたじゃん、相手が反応してくれない、何回でも蹴ればもうこっちの足死ぬから。よかった、ワンツーロー。あ、花火ありがとうございます。あのウィービングって言ったけどくぐるの無理だから。え、誰が言うんですか。意外と新品だな。え、何人ぐらい。89ですか。え、800890。え、800？ 違う、280でね。800誰よ。累計がでしょ。あ、累計がね、交代。あれ、俺右フックもあったのか。うん、何がアタックさん、何でもね、何でもいろんなアタック、わかんね、好きしかなかった。ああ負けん気がいいんだけどさ、それでカウンターもあったときに重い。やっぱりさ、ワドがその、はい、フィアウェイ取ってるときはさすがにターダーも受けないんだよ、はい、やっぱ集中して受けなきゃいけないから、はい、やれてる時って何もしてないから、はい、もうガードするならさっきやってたんだけど、しっかりガードする、はい、そしたら別に打たれても大丈夫なんだ、はい、それをさ中途半端なところにあるから、空いてるところをこっちにやられちゃう、はい、カクカクって言われてる？ん？今日カクカクは？カクカクはないですね。やったことの復習ね。はい。ウィービングとかスイッピング使って、はい、ゆっくり打つんだから、はい、避けられるから。はい。シャドウと全く一緒なんだ。最初の構えは最初の構え、最初の構えは最初の構え、ね、それだともう今は入っちゃう、だから脇は開けるんだけど手と手はちょっとこう交差するわ、特にこっちの手で顎を隠すとかすごい大事なんだ。ジャブが来たらこの手で払う軌道をちょっとどけてごらん、ここ顎先を狙ってきてるわけ、この軌道をカクカク1cm か 2cm ずらしてやるわけ、それでいい、それでいい。靴下さん、どれさん、かっこいいなわら。これでいい、そ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 れでいい。見れば怖くないから。こっちの手はいつ来ても打ち返してきてる。いつ来てもいいように、こっちの手はここに置いとく。そしたら当たったとしても、モロに当たりはしないから。この手で払って、もう今日ディフェンスだから、この手で、どんだけ速く打っても、どんなに強く打っても、大丈夫だから。こっち行くよ、こっちも行くよ、ストレートが来るから、この手で落としたり、ちょっと落としたり、ちょっと軌道変えたり、これだけで、それだけで。で、打ってる時っていうのは相手の隙があるんだから、ジャブを打つ、ジャブを弾いたら、弾いたらすぐ打ち返す、弾いて打ち返してもらう、弾いて、そう、弾いたらすぐ打ち返す、
はいいからスパやれ。あ、今度こっち。こっち。落としたら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 。落としたら。落としたら。今度足。前蹴りいっぱい蹴ってもらった。前蹴りが来たら前蹴り蹴ってもらった。こう外したら空気。外したら空気。行くよ、前蹴り。前蹴り行くよ。おまだ、まだしっかり。蹴り返すことあるとさばいてる。かかとを拾ったら、かかと引っ掛けて、軌道ずらしたら、そう。掴まなくていいから。実際は早く蹴ってくるんだから。実際も多く蹴ってくるんだから、それを増やしたの。増やした。そうそう。風船ありがとうございます。そう、これでいいかね。これでいい。今度こっち行くよ。風船ありがとうございます。こっちにさばくこともあるけど、基本的には前蹴り、前蹴りこっち、こっちの前蹴り。初めてやってたよ。マイカー1か3女の子がピン。これはもう足のジャブと一緒だから、このジャブと一緒、ポーンって、ポーンって。いや当たんないじゃん。そうそうそう。反応してるから、はい。これが当たったら怖くないか、はい。どのタイミングでマイケル蹴るかっていうと、ジャブもそうだけど、入ってきた時にカウンターで入れる。もうさっきみたいに体格でガーッと詰められるから、それが嫌だから離したら蹴る。入ってきた時にドンって蹴ったり。じゃあ今度ローキック、ローキック、こっちの蹴りを蹴るから、こっちを蹴るから、そう、そうやって反応して。それでいい。今みたいに後ろで受けるとバランス崩して追っかけてくるからね。そう。だからすぐ警戒。そう。今度こっち。ああ、持ってきますか。そいつしてバランス。この間。まだ。これ持って帰るから。ちょっと。はい。そう。そう。そう、そう、もうランダムに、こっちも行ける、こっちも行ける、こっちも行ける。マイカー1か、何喧嘩してるわけじゃないし、別に良くない。今ミドルキックやった。ミドルも一緒で防げるか。何でもいいよ。今、それ見るタイミングがあったら、はい、こう掴んでやれば。あ、こうですか。掴んで、でもすぐ離されるけど、はい、掴んで振ってやれば、バランス崩すから、はい、もしくは上に上げれば倒れるから。いやー、それでも、それでもいいけど。あ、あ、すいません。了解です。これで、ここで。バランス崩してる。それで一体反則じゃん。はい、ここでバチンって。ローキック、ローキック、俺は蹴る、はい、蹴る、はい、こちら、はい、インロー、こちら、アウトロー、そう、アウトロー、盛り上がったら外側もこれでいいから、内側で、はい、そう、
まっすぐなってるの持ってかれるよ。外外外外外もっと外に開く、はいはい、中ちゃん3パチ、こんなの出てこない。でも、来るから、来るものに反応する。その難しさ、来るものに反応する。内側、内側、うん、内側、ロ、インロケティブ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 。ただこういうの。みんな子供に悪影響ですよ。ケティブ、インロケティブ、インロケティブ。両端はこの大人たち。ケティブしてる。ただこう。オワコンキブバイザー、このおっさんと教える実力ないだろ。同じだ。お子さん下がりすぎやだ。これお互いあれだ。これなしで蹴るんだ。はい。あー、いってまず。おいで、受けるのは、前も言ったけど、はい、ここで受けたらそれ痛いよ。はい、膝の下に片方があるから、はい、これでスネを迎え打ってやれば、はい、中ちゃんさん大丈夫、チルダ。パンツ。バレーには、はい、パンツ。ロビン・グンダンドラのカオさんのに悪影響なら親が言ってくるだろう。それから、フック。今日もフックバンバンもらって、はい、フックが来た時は電話をする、はい、後ろでカップルが、はい、マンチハイのマンチさん弱すぎだろ、わら。そうそう、殺害さん撃たれるのにまだ慣れてないから打ち目はきついよな。フックすると肩とここのグローブで打つ、電話しよう、こう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 。ラードともえさん、おっさん W 地味に痛めつけてるな、バッド。りょうさん金ないとか、箇所ぐらい入れよ。りょうさん全然怖くない。全然怖くない。ただ肘は出るから。それをじっとしてるから打ってしまう。だから赤木さん、これが来たら。あ、ワンツー。あ、ワンツーってか。ただ888坂道チルダ旅館プロ目指してんのかい。軌道変えちゃう。やいこさん素人の格闘技ごっこ。これでいいよ、軌道変えちゃうよ。どんな強くても大丈夫。どんな強くやったら。りょうさん見えないんだろう、わら。変えちゃうよ、もうここで強くなる。で、カウンターもできる。かぶせるやん。かぶせるやん。よ。そう。お父さんがあんな大人にだけはなるなって言ってるの。両端それぐらい強く変え、オワコン・キムバエさん、こんなとこでやってると近隣の事務局長を見ると、プロ選手には迷惑かけるなよ。箱太郎さん、和道は格闘技の才能がある。鍛えていけばフォームに喧嘩が出る。もうこっち天の口、ここさん、ここ大事やで。そう、かぶせよ。そう、それでいいんだ、それでいいんだ。分かった、かぶせよ。ゆばあばちゃん、ゴシゴシャイチルダ、良い子は帰りましょう。絶対当たんないから。中ちゃんさん、どれもトレーニングになってるのかな。ここにあったり、ここにあったりするから当たるんだって。そう、ちょっと伸ばしても当たるから。手口アットマーク、和道を資産フォークバラ。当たるから、ちょっと伸ばす。当たるから、俺の当たる。そっちはかぶしてるから当たるから。そしたら、そうそう打てないわ。こんな振りかぶって打ってくるんだから。それよりさ、こう構えててしっかり。ノーモーションで打たれる方が見えないでしょ。ってことは自分も同じことやる。ここにあって、ノーモーションって。それが一番わかんない。予備動作がない。なんで素人のパンチ当たるか。絶対予備動作がないから。それに反応できるから。もっと言ったら違う。ここになきゃいいんだ。だって、こっちにインサイド。ここになきゃいいんだ。もう最初から。やいこさん、いやいや、これのどこに才能感じる。夜中空きのクエスチョンマーク。モンスターさん、実際はキックもあるしパンチだけじゃないだろうからだ。申し訳ないです、バッテリーがあと 10% です。
途中で消えてごめんなさい。こうやってだんだん積み重ねていけば怖くなくなる。あと残り 10% ね。残り 10%? 10%。 もう見てないですよ誰も。両さんはこちら、小市だと思う。どうも。僕の放送終わったらドルさんの放送見に来てください。多分突然切れますんで、すいません。まあ今日こんぐらいしとこうかな。ドルさんの、はい、エンディングだって。あ、ありがとうございました。ガチッチ。新さん、和道さん、体固い。正義の味方さんです。ニコ生から。今日ね、タイガーマスクが入って、だいぶ実践的なあのトレーニングができて、勉強になったのがすごい。すごい勉強になりました。ヤイトさん、バッテリーぐらい用意しとけ。いや、タイガーありがとう、今日は。ありがとう。バーガーをプレゼントしました。ありがとうございます。トレさん、ありがとうございます。いいえ。ありがとうございます。じゃあ、テレゾンビの大会盛り上げるんで、あと、あれだよ。あの、ベンゾ太郎さんの席も、あの、1分間でソールドアウトしてるから、多分本当に来る人は、あの、ガチでチケット買ってください。僕は責任取れないです。はい、早めに予約してください。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。最後まで見ていただいてありがとう。ありがとう。試合頑張ります。お疲れ様です。あと3回あるからね。だんだんレベル上がってるから、次の放送はドルさんのところぜひ来てください。ありがとうございました。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねん。もう